はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプ地なんですけども、富士薫微笑みソファミニモンってやっても思うんですけども、2022年の6月ぐらいかなに登場した限定キャラクターというわけで情報修正されました。おめでたきというわけでね、今回の情報修正組全員強いんですけども、この忍さんね、あまり注目されてないんですよね。なんでなんでしょうか。忍さんのことを皆さん今一度注目しませんか。こいつやばすぎますよ。主に決闘で、ぜひに、まあそれは後日使っていくとして、もう今回はイベントで使っていくんですけども、イベントでもかなりやばいですわ。緑の攻撃 HP 17800、攻撃2627というわけで、まあステータスも伸びましたね。 HP 1000ぐらい伸びたんかな。んーで攻撃も20ぐらい伸びたんじゃないかな。ほんで必殺2ターン自身の攻撃 10% アップし、敵単体に 100% ダメージ、その相手の必殺ダメアップ数値の高い順に1個解除、 HP2000 回復、血統損得2万、2ターン敵全体 450% 毒、3ターン自身の攻撃 15% アップ、2ターン自身の火ダメ回復2000、血統損得2万、3ターン敵全体弱体化、2ターン必殺2個自動変換というわけで、あ、次のターンか、というわけで、あのね、先バフなんですよ。攻撃 10% 先バフというのがついたんですよね。これだけでもまあ強いのに、そんなキャラが毒持ってんねん。毒というギミックは攻撃力が高ければ高いほど、ダメージが伸びるキャラクター、まあギミックなんですよ。そんなギミックに先バフがついてん。先バフっていうのは、先に攻撃アップしてから毒付与するんで、毒の攻撃力がバカ伸びるんですよ。この忍さん、必殺ダメ 100% なんですよね。この 100% というのは、キャラ史上最弱です。はい。ガチャから出る星3キャラよりも、火力が低いというキャラになってんねんけど、必殺でダメージを与えるキャラじゃないんですよ。毒がえぐいというのを、ぜひに見せていこうかなと思うんですけども、友情技。ランダムプチ4個虹に変換、赤、青、黄色、ハート、邪魔を4個、ね、緑に変換。HP2000 回復、血統損得20万、3ターン、サポ対メインキャラ必殺攻め 30% アップ、3ターン、緑の攻撃回復 20% アップ、プチプロテクト緑というわけで、まあこれは属性プチプロテクトですね。最近血統で僕はこっちを使うことが多くなりました。ロジャーよりもね。やっぱり回復20万がかなり強い。で、特性。友情技封印数2枠軽減、攻撃 25% アップ、攻撃タイプの攻撃 10% アップ、1から5ターン目生成数3軽減、敵に特殊がいるときに、受けるダメージ 15% ガード、プチ3個以上つないだターン終了時 HP1500 回復、血統損得15万、敵に赤がいるときに HP5000 回復、血統損得20万、2ターン受けるダメージ1万軽減、血統損得30万というわけ。なかなか、耐久に振られましたね。バフの数値も伸びたし、ダメ減がえらいほどつきました。これでまあまあまあがっちりした、防御力は放ってくれるんじゃないかなと思いますね。使っていくんですけども、決闘で、まあ、進化を発揮する、まあ、イベントでもかなりやばいんですよね。団結では使えません。団結で使う価値はないと言っても過言ではないんですけども、イベント決闘ではねかなり活躍してくれるんで、ぜひに見ていこうかなと思うんですけども、生成数4で埋めるっていうのはかなり強みちゃうかなとは思うんですが、演出等々見ていこうかなと思います。というわけで、はい、と必殺特性貫突バフなしですね。イカホイタというわけで、虫の呼吸戯れというわけで、原作あんま知らないんでこの技ようわかんないんですけども、はい、1600ゴミ火力なんですけども、毒ダメージが恐ろしいというのを、はい、今一度言っていこうかなと思うんですが、はい、毒ダメージ必殺1個ありです。なんぼというわけで、はい、36000なんですよ。36000なんですよ。これがあと2ターン入ります。
3万6000、合計12万超え、11万超えか、10万超えか、素晴らしいんですよ。ほんで必殺自動変換つきました。この忍さんは、さっき言った通り毒で火力を与えていくキャラなんで、必殺ダメージはどうでもええねん。つまりこの必殺自動変換された基本ダメージ 10%、 この 10% の必殺がデメリットじゃないねん、むしろメリットなんですよね。ほんで、今3つ割りしました。はい、毎ターン若干3つ割りできんねんけど、これで、またさらに毒が入ります。毒というギミックは重複します。先バフバフすべて重複しますんで、ここの毒ダメージキモいことになってます。はい、これ解くとミンシャイよ。はい、14万7000、14万7000もこれ同じくあと2ターン入るんで、14万7000、合計44万ぐらいですか。やばくないですかね、このキャラやばくない、シンプルにこのキャラやばくないですか。ほんでね、またさらに必殺自動変換されてます。はい、またねその自動変換生かしまして、こんな感じでまた今回も、3ターン3個割りました。今回の必殺の火力もゴミとなってます。3つ割りで28000、ゴミなんですけども、毒の火力これミンシャイ恐ろしいですよ。20万。ほんでね、またさらに、20万も2回入るんで、20万と60万というわけで、このねこの2つの毒だけで合計100万ダメージ入んねん、キモない。これが、忍さんとなってます。こんなえぐいキャラをなぜ皆さん注目していないねんと。陸道仙人ナルトとかいう派手なキャラクター、悟空班とかいうニート親父に皆さん気取られすぎじゃないかと。今一度この胡蝶忍という女性女鬼殺隊にこれぜひにね目を当ててほしい。きしょいキャラクターが登場しているんですよ。今一度注目してほしいなと僕はそう思っているんですけども、はいはいはい、旬溶けです。はい、というわけでお次決闘で使っていくんですけども、パーティーこんな感じで、忍さんの決闘の場合はね2パターンあるんですよ。耐久パーティーかゴリブッパかっていうパターンですね。耐久パーティーは2枠目において3枠目吸収キャラクターを置いてラス枠につなぐっていうムーブ、ゴリブッパはしがらきと組み合わせるパターンですね。3枠目にしがらきを置いて2枠目に忍さんを置くっていうこのムーブもかなり強いです。はい、忍さん擦りまくろうかなと思いますんで、はい、これはねちょっとあれですよ、ネタ切れならないよ。うん、なんかね5.5周年、今月の28日に開催予定やったんですけども、なんかね大人の事情でね来月になるらしいんですよね。だからちょっと待てよと、来月までのあと1ヶ月ぐらい、これネタどうしようかなって思ったんですけども、いや情報修正組が優秀やわ。ネタに困らずに僕は来月迎えることできるんじゃないかなと思うんで、ものすごく嬉しいんですけども、2枠目はい出ました。ちょっと待って、友情、相手の2枠目レンジルキア、あいつら友情技毒付与防止なんですよ。いわゆる毒無効なんですよね。唯一の忍さんの天敵が来ました。こんな狙い撃ちされる普通な、やめてくれよ。今日忍さん使ってみた動画やねな、そんな晴れ舞台で害悪だけはやめてほしいなと思うんですけども、いかほどというわけで、はい、はい、ゴピー、付与できないというわけで、はい、終わります。
苗落ちしましたわ、はい、この続きは決闘の本番で